1959年頃、名古屋国際ホテルの前身である丸栄ホテルで洋食シェフを務めていた横井博は悩んでいました。愛するイタリア料理をどうすれば日本に根付かせることができるのか、特にうどんのようなイメージを持つスパゲッティを日本人に馴染ませるにはどうすればよいかと考えていました。家族によると彼の食に対するこだわりは並外れており、熱いものは熱く冷たいものは冷たくがモットーでした。このこだわりは職場や家庭はもちろん、外食先でも気に入らなければ指摘するほどでした。また家で料理を作る時には昼前から下ごしらえをはじめ、夕食時にはまるでパーティーが始まるかのような料理が並びました。徹底的に食にこだわる人物だったのです。そんな横井が考えたのは、イタリアパスタの定番であるミートソースと彼の得意とする洋食のデミグラスソースをアレンジすることでした。横井は名古屋生まれ名古屋育ちで濃い味が大好きでした。そのためソースにも大きな影響を与えました。ミートソースとデミグラスソースの肉と野菜の旨味を凝縮し濃厚な味わいにするため、調合やスパイスの配合を何度も試行錯誤しました。また麺についてももちもちの食感を出すために強力粉を加えたり、太さを変えた試作品を食べ続け、その結果 2.2 ミリの麺を採用しました。納得のいく味にたどり着くまでに約2年の歳月がかかりました。1961年、あんかけスパゲッティの開発に成功した横井は独立して名古屋市東区に総レを開業しました。そして1963年には横井自身の店スパゲッティハウス横井をカウンターのみの8席で開業しました。当初は洋食店としてピザなどのメニューも提供していましたが、試食時にこんな料理食べたことがないと言われたあんかけスパゲッティはなかなか受け入れられず、オーダーが入ることは稀でした。深夜2時までの営業や現在では当たり前となった洋食の出前デリバリーも行いました。一日の業務が終わると今度は人脈作りに精を出し、人の輪を広げることを欠かさなかったため、あんかけスパゲッティの評判は徐々に広まりました。そして深夜業がマスコミの目に留まり、様々なメディアで取り上げられるようになりました。横井の口癖はご縁はお金で買えないから大事にしなさいでした。こうして名古屋で横井のあんかけスパゲッティは広まり、住吉に加えて錦にも店舗を構えることになり、人気はさらに高まりました。店舗には人があふれ長い行列ができましたが、横井はいくら繁盛しても回転スピードを上げることなくペースを守り続けました。ランチ時の錦店では、食べているお客さんの席の後ろで次のお客さんが立って待つという状態でしたが、それは寒い日に外で待っていただくのは忍びないという横井の思いやりからでした。3代目の横井信也は、元祖だからといってあぐらをかいていてはこの先も10年は続かない、あんかけスパゲッティという文化を守るために変わり続け進化し続けると言います。初代の悲願だった名器切手の出店もその一環です。名古屋飯についてもあんかけスパゲッティが名古屋飯の一つとして注目されるのはありがたいが、今後は名古屋飯にこだわらない展開でより広い層に広めていきたいと語っています。創業者横井博が生み出し名古屋の味として育てたあんかけスパゲッティは新たな可能性を開花させるべく受け継がれていくのです。